水辺での監視や救助を目的としたライフセーバーカー溺れた人を救出するためのレスキューボートを最大4枚積むことができるほか4輪駆動で砂浜でも安定して走ることができ AED も搭載されています自動車メーカーのスバルは全国各地のライフセービング協会へライフセーバーカーを貸し出す取り組みを3年前から続けていて 県内では今回が初めてです。警察庁によりますと、去年夏に水難事故にあった人は全国で638人に上り、過去5年で最も多く。一台で複数の役割をこなせるライフセーバーカーの活躍が期待されています。活動の足としてですね、まあいろんなあの機材をあの積んだりすることもありますし、あと砂浜を走ったりすることも。 あるんですけれども活躍していただきたいなというふうに思っておりますもっと活動の幅が広がりまた水辺の事故ゼロを実現に近づいたんじゃないかなと思いますライフセーバーカーの貸し出し期間は今日から9月1日までで県ライフセービング協会では主に県北の海水浴場で活用したいとしています